こんにちは。今日はですね、相場のちょっとした振り返りをしつつ、強いトレンドと弱いトレンドをどう見極めたらいいのかですよね。その本当に簡単な見極め方について、あとは相場のその本質とは一体何なのかっていうのを改めてちょっとお伝えをしていきます。ということでですね、相場の方、数日前にですね、この動画を今撮ってる数日前に相場の動向を解説動画を撮ってるんですけども、基本的な流れはその数日しか経ってないので変わってないんですが、一応新たな展開で言ったらですね、OG ドルでロングをしました。その根拠っていうのはもう本当に超シンプルなんですが、このトレンドラインですよね。これを上に抜いてきたと。はい、これですね。突破してきたっていうのと、200期間移動平均線、これですね、を上に突破してきたっていうこの2点ですね。で、ひとまずロングをしました。で、その本当に日足レベルでのそのトレンド転換を捉えていく場合ですよね。本当はもっと証っていうのはあった方がいいんですよ。今回の場合のこの根拠っていうのは、まず日足レベルでのトレンドラインを上抜いてきたっていうことが一つ。そしてもう一つは200期間移動平均線を超えてきたっていうことと、あともう一個 C って言うんだったらここの形ですね。これアップトレンドですよね。で、しっかりとボリンジャーバンドのミドルだったり、21期間移動平均線ですね。EMA ですけども、これちょっと見えますかね。ここでサポートされて、このちょっと黄色っぽいラインでが21期間移動平均線なんですけど、こういうところでちゃんとサポートされて上がっていってるっていうところで、で、一応そのざっくりとした形を見ると、まずここで1波、2波、で、3波なんですね。なので、ここで一旦伸びきってくれたらいいなっていうのでロングしてます。で、どこまでを見てるかっていうと、やっぱここですよね。ここの、これな、日足レベルで見たら、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12日間連続の下落、陰線の起点となった 0.7075、0.7080、約 0.71 ですよね。ここまでは、一旦上がってきてもおかしくないのかなっていうところでロングしてます。で、ロングしたポイントは 0.6925 あたり。ここです。この辺ですね。21か。21あたりですね。200期間移動平均線上抜いて揉んでるところを4時間足とかで見てたので、はい。ここですね。はい。ここです。ここです。この辺です。この辺、これ、揉んで、高値圏で揉んでたんで、0.6921 あたりでもロングを入れてます。で、そこから今抜いてきてるんでね、ここの高値を。なので、ここの高値も抜いてますし、トレンドライン抜いてますし、200期間移動平均線、日足の抜いてるので、一旦、年初にかけて、この 0.71、めがけて上がってくるかなと思ってます。で、そこまで来たら、一旦エグジットかなとは思ってますけど、一応その、0.70 ですよね。ここで少しポジションを軽くしたいなってところですね。0.70 で一旦ちょっと軽く利確して、残りを引っ張るっていうところかなと思います。っていうのも、やっぱりオージーって中国と密接な関係があるんですよね。オーストラリアって中国と非常に連動してるので、中国が今後、バブル崩壊が進むとなった時に、当然そのオーストラリアの景気も鈍化していくっていうのはあるかなと思ってるので、そんなに盛大に OG ロングっていうのはないかなと思ってるんですよ。っていう意味であんまり長くロングは持ちたくないなっていうところです。ただ一旦今大底からの反発で上がってきてて、今3波目に入ってるので、この3波ってやっぱ伸びやすいんですよね。1番1波2波3波でドーンっていって一旦その流れが終わるっていうところなので、その3波で 0.71 まで一旦引っ張れたら理想。はい。っていうところです。で、もちろんこれが反落してきたら、逃げなきゃいけないわけですけども、ですね。それはそれでまたちょっと様子を見ていくっていう感じですね。で、あとは、ポンドですね。ポンド今まだこれショートしてますけど、少し雲行きが怪しくなってきたなっていうのはありますよね。この、一番最後のブレイク、この下落の今、スタート地点まで戻ってきて、そこからもう一回落ちるかなと思いきや、揉み始めてるので、
まあ、これがまたね 1.3014 この辺を上を突破してくるようだったら一旦もう逃げる感じかなと思います。まあでも剥離ではあるのでプラスで終えれる分だけまあいいかなっていうところですね。で本来だったらいやいやこれ上がってきちゃってるから、例えばこの辺とかで 1.290 とかタッチしたところでリグってたらめっちゃ利益出てたじゃんってのあったんですね。確かにね、含み益的には確かにめっちゃ出てたんですよ。でももう100ピップス戻されてるわけですよね。えもったいなってふうに思ってしまうんですけども、でも確かにそれは一理あるんですけどね、その気持ち的には。ただここからこう行く場合も全然あるんですよ。相場って一旦戻してきて全戻ししたかのように見えてそこから倍も落ちていくっていうのはあり得る。その時にリグってしまってるとその大きな値幅を取れないっていう風になってるので、こうやって粘ることってすごい重要なんですよね。あがくというかね、あがく姿勢って正しくあがくわけですよ。その難ピンとかしてあがいていくっていう意味ではなくて、正しい局面で耐える、あがくっていうことはすごい大事です。簡単に諦めない、簡単に手放さないっていうことっていうのは一局面では大事でも、反面トレーダーって諦めも大事なんですよ。一定のラインを超えてきた時にああもうこれダメだな、手放す勇気、執着しない、この両方のね、この矛盾する相反する両方の気質を持ち合わせるっていうことがすごい重要で、これはなかなかね一般生活を送っていると身につかない感覚ではあるかなと思うんですけども、まあ、だから来るもの拒まず去るもの追わずみたいなちょっと近いのもありますけどね、こういう感覚を、まあ、日頃から意識していくとそれはトレードにも当然いい影響、プラスね、プラスの影響を与えていくんじゃないかなと思います。まあ、ぜひその辺意識してもらえたらなと思います。はい、なのでポンドドルももうちょい様子見ですね。もうちょい、まあでももう一旦エグジットかなっていう流れかなと思ってます。であと金ですね、前から話した通り上にブレイクしました。アップトレンドが再開ですね。でこの持ち合いの期間が非常に長いじゃないですか。もう8月から約4、5ヶ月持ち合いなんで、そこからのブレイクアウトじゃないですか。だから相当強いんですね、この初動のブレイクっていうのは。でもここでやっぱ買うわけにはいかない。ここで買ったとしてもロスカットポイントが分かんないんですよ、これだとね。うん、やっぱ一旦下げて押しを作ってくれないと、だからこうやって一旦こうやって押してからこういう風になって、ここでロスカットみたいな風にできないとちょっと形的にまだ入れないかなっていうところですよね。だから一旦押してくれって感じなんですけど、強すぎてなかなか落ちてこない。まあただここで追いかけてエントリーしてしまうと高値掴みをするっていうのがもう相場のねよくある話なので、追いかけません。はい、ちゃんと待ちます。待つことが大事ってなところですね。でこっからそのね、最近のまあいろんな相場の動きをこう見たときに、強いトレンドと弱いトレンドってどうやって見分けたらいいのかっていうことですよね。その辺をちょっと話をしていきたいなと思ってるんですけど、まずじゃあ例えばですね、このポンドドルだったらこれすごい陽線が出てるじゃないですか。ドーンって陽線出てますよね。ですごい強く見える、ここだけ見ると こうやって見たらめっちゃ強く見えるじゃないですか。うん、確かにこれはまあ強いんですよね、一見ね。でもその後全戻ししてるんですよ。あれって感じじゃないですか。こんだけ爆上げしたのに全戻ししている。で片や反面金ですよね。金も同じように爆上げ頂戴陽線ですよねが出ているけども落ちてきていない。この違いって何ってことなんですよ。この違いとは何かっていうことなんですが、まずこの金とポンドドルで言うのであれば、このポンドドルのこの上げが出たのはある程度もう大底から上がってきた後なんですよね。こんな感じで一旦ここで上昇、そして揉んでまた2回目のブレイクでこの頂戴陽線が出てるので、いわゆる一旦反落するサインってことなんですよ。逆にこの上昇っていうのは一時的なバイングクライマックスっていうことですね。ブレグジットっていうニュースである程度材料ができてパーンってそこでエネルギーが最終的に抜ける、発散される、全部溜まってたエネルギーがバーンって発散されて一旦エネルギーなくなるので落ちてくるってことなんですよ。で落ちてきてまたエネルギーを溜めていく溜めていく溜めていく、そしてそこからまた方向性が出るっていう、その最終局面なので全戻しをしているっていうことが一つ言えます。であとはまあその前のレンジ帯ですよね。10月から12月まで、まあ2ヶ月間のレンジですけども、エネルギーのその
ためっていうのが、まあ、そんなになかったっていうこともあると思います。で、まあ、あともう一個大きいのがブレグジットっていうニュースですね。もうこの何年越しですか、4年5年越しのビッグニュースがほぼ確定したっていうことでのできった感で一旦フーフって感じですね。で出戻しと、そこからさらに買い上げる材料もパワーもなかったということになるので、こういった相場の最終局面で出る超大陽線、超大陰線っていうのは逆に反転の兆しとして見た方がいいです。そこから追従してロングしていく、ショートしていく流れに乗ってっていうのは高値掴み安値掴みになる確率が非常に高いです。だから気をつけた方がいいんですね。で逆にこの金は何が違うかっていうと、まず日足レベルでもそうだし週足レベルでも明確にアップトレンドなんですね。で、週足で見たらここのレンジ帯ありますね。このレンジですよね。2013年から2019年なんで6年のこのレンジ帯を週足レベルで上にぶち抜いてるわけですよ。そしてそこから一旦押してからの2波なので、めちゃくちゃこれは伸びる場面なんですね。めちゃくちゃ伸びる、ものすごいエネルギーが溜まってますよっていうことです。でさらにそのブレイク直前のレンジにしても8月から12月まで5ヶ月間のエネルギーが溜まってる、そこからの超大陽線なので、これは売ったら非常に危ないやつなんですよ。だから何を見るかっていうと、やっぱりどれだけそこにエネルギーが溜まってるか、どこだけそこで摩擦が生じているか、売りと買いがぶつかってるか、その足跡が残ってるかどうかっていうことが非常に重要です。でそれがない部分、つまり濃度密度が薄いところっていうのは簡単に戻されてしまうっていうことなんですよ。なので、まあ、他の例えば事例で話すと、例えばそのレンジ帯にしてもとこうやって揉んでるレンジがあったとしますよね。バーって揉んで、で、ドーンって抜けた後に、ここから再度落ちてくるじゃないですか。落ちてきた時に、ここの持ち合いが長い。つまり、ここのエリアにおける攻防が非常に密度が濃い、高いところに突入してきた時っていうのは、止まるんですよ、やっぱり。でも逆に、それが少ない、密度が非常に薄い場合、こうやって落ちてきた時に、スコーンって抜いちゃうんですよね。ここが薄い場合。どれだけそこで痕跡を残しているかっていうことが非常に重要。エネルギーがこのスパークしているかですよね、そこで。売りと買いの火花が散っているかどうか。その密度によってそこが機能するのかどうか。そこの価格帯で止まるかどうか。持ちこたえるかどうかっていうことが決まってくるわけですよ。で、例えばまあ歴史とかもそうなんですけど、歴史でその教科書に載っているそのなんとかの戦いとかいろんな出来事ってあるじゃないですか。で、こんだけ長い歴史が今までずっと続いてきたらもう何万年とか何十万年とかっていう歴史の中で、なんで教科書に載る出来事ってそんなに少ないのかって言ったら、それだけそのエネルギーとエネルギーがぶつかった局面っていうのは少ないからなんですよね。そうやって、まあそれ以外の日常っていうのはもうなんか記憶に残らないぐらい、もうそんぐらいの薄さで過ぎ去っていくわけですよ。だから個人の日常でもそうなんですけど、あれ今日一日振り返った時に何したっけみたいな日っていうのはもうなんか合ってないようなもんじゃないですか。でもなんかすごい印象に残る、記憶に残るような出来事があった。誰かとものすごい喧嘩した後に仲直りしたとか、トレードでもうすごいもう最悪の局面からなんとか最後プラスで終えたとかっていう風に、すごい濃度密度の濃い一日を送った後って記憶に残るじゃないですか。これ相場も同じで、そこでの攻防が多ければ多いほど、激しければ激しいほど、いろんな人がそこでいろんな思いを感じてるわけですよね。だから印象に残るんですよ。だからそこの価格帯まで戻ってきた時に止まったりとか、そこで買いが入ったり売りが入ったりとかするっていうことなんですよね。そういう風にサポートレジスタンスっていうのはできてる。でもちろん出来高、物理的に出来高もいっぱい積まれてるので、そこの雲に突入してきた時に止まるっていうこともあります。ってことを考えた時にですよね、基本的にじゃあ強いトレンドっていうのは一直線で上がったり下がったりするよりも、じわ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 上げていく下がっていく方が強いってことを意味するんですよ。例えばこれ ES とかそうですけど、一直線で落ちたり上がったりしてる相場っていうのは、そこの空間の中での密度が薄いので、反落してきた時にあっさりぶち抜かれてしまうわけですね。例えばこことかそうですよね。一方方向にずっと上がってる相場っていうのは、落ちてきた時にスコーンって抜かれてしまう。
でスコーンって落ちた相場も逆にスコーンって上に持っていかれるっていうこと。でもこういうふうにすごい売りと買いの攻防が何度も起きてる局面っていうのは、落ちてきてもまた買いが入って、落ちてきてもまた買いが入って上がっていく、でまた売りが押してくるけどまたロングで押し上げていく、こういう相場っていうのは非常に長く続きやすいっていうことですね。まあだから逆に言うと逆張りは危険っていうことなんですけど、でもその密度が薄いところっていうのはまあこういう風になるってことなんですよ。だから何を見るべきかって言ったら、そのやっぱじわじわ上がっていく相場っていうのは弱いように見えて実はやっぱ強いってことで、スコーンと一直線に上がったり下がったりする相場っていうのは逆に強く見えるんだけど、局面によっては実はそれって弱いですってことなんですね。簡単に反対に触れてしまうってことで、ポンドドルの最終局面のこの上げっていうのは実は強いように見えて最後の花火だったってことですよね。密度がない、もうスカスカの状態です。ほぼ最後のエネルギー出し切りましたって感じで。もこの金の場合は確かに超大陽線ではあるけども、それまでの凝縮したエネルギーが少しバーンって爆発したんで、まだまだこれから噴火が続けて起こる局面ではあるので、一方方向にバーンと上がっているけどこっちは強いんですよっていう例外はあるけども、基本的にやっぱじわじわ上がっていく、じわじわ下げていく相場っていうのが一番強いトレンドになりやすいです。そこでこう足跡をいっぱい残していってるのってことですね。そこのエリアで何回も往復してこう刻んでいってるというかね。だからみんなそこがすごい印象に残るってことなんですよ。こんな風にまあ出来高と人の記憶とか感情っていうのが複雑に絡み合って、やっぱ強いレジスタンスサポートとか強いトレンドとかっていうのは形成されていくっていうことになります。ということね、こんな風に相場を見ていくと、まあ、非常にこう面白いというか、局面によってもね、同じようなローソク足に見えても全然意味合いが違ったりとか、強いように見えるものが弱かったりとか、弱いように見えるものが強かったりとか、本当にいろんなことがねこれ学べるので、それからね歴史とつながったりとか、その一人の人間の日常、一日の過ごし方とつながったりとか、やっぱ共通する要素っていっぱいあるよねっていうところで、いや相場な、面白いなと、改めて思いました。はい、ということで、ぜひですね、強いトレンド、弱いトレンドの見極め方実践してもらって、チャート分析に役立ててもらえたらと思います。で、あとそうですね、前も話しましたけども、年末年始ですね、時間が多分一番取りやすい時期だとは思うので、来年のまあ相場ですよね、まあボーナス相場が来ると思うので、結構相場動くと思います。まあそれは上がるってことも言えるし、その後暴落するっていうことも当然あり得るので、2020年というのは、2020年ってやっぱ大きな節目なんですよ。これは、まあ、今話しましたけども、その銀河系のサイクルでようやく一周するのが来年2020年ですだったりとか、まあ令和ようやくね、その元年スタートしましたけども、本格的に令和がスタートするのも2020年だったりとか、いろんな始まりの時期なんですよ。で、始まりってやっぱり一番その溜まってきたエネルギーが爆発していくタイミングなので、いろいろ起こると思います。で、その中で相場も動くでしょう、マネーも動くでしょう。で、そこでちゃんとその流れに乗っていくためには土台が必要、ちゃんと練習が必要です。なので年末年始ですよね、しっかりトレードの基礎力を身につけていく上でも、まあ、僕はまずは逆張りからのトレンドフォローですね、そちらをの練習を、その型をねひたすら反復したりとか、そのチャートを過去チャートとか探したりとか、形を探して分析したりとか、そういう時間に当てたらいいんじゃないかなというふうに思ってます。逆張りからのトレンドフォローはね、本当にいろんな方からもう毎日感想いただいてます、成果報告ももらってます。なのでぜひやってみてほしいなと思うんですけども、メルマガ登録していただくとその解説動画届くので、まずはそっちを見てもらって、しっかりと落とし込んでねもらえたらと思います。メルマガの方はですね、この画面の多分どこからか今登録ボタンが出てると思うので、そこから登録して動画見てみてください。あとメルマガの方もどうやったらそのトレードの基礎力をステップバイステップでゼロから身につけていくことができるのか、今後のね国際情勢の流れはどうなるのか、個人はどういうふうにこれから生きていったらいいのか、どうやってインテリジェンスを磨いていったらいいのかとか、本当に動画では話しきれない話題をいっぱい盛り込んでるので、多分読み物としても楽しんでもらえると思いますので、ぜひ読んでみてみてください。ということで、またチャンネル登録と高評価の方もお願いします。ありがとうございました。